本日、私から2点ご報告がございます。本日の閣議において、令和5年度水産白書が閣議決定されました。今回の白書では、海業による漁村の活性化を特集のテーマとして、地域資源の活用により、地域の所得と雇用機会の確保を図る海業の具体的な取り組み事例や、その推進のための施策などについて記述をしています。 また、令和5年度における我が国水産業をめぐる動きとして、アルプス処理水の海洋放出による影響とその対策、令和6年能登半島地震への対応などについて記述しております。この白書により、多くの国民の皆様が、我が国の水産業への関心と理解を深めていただけることを期待しております。詳細はこの後、プレスリリースいたします。 2点目でございます。この度、農研機構におきまして、画期的な新品種が開発されましたので、ご紹介をいたします。1つ目は、大豆の多種品種です。既存品種よりも5割多種の空高くと、2割多種の空響きが新たに開発されました。これにより、昨年先行して開発されました、 空水木と空実り、実りですね、空実とともに、本州から九州までを多種品種でカバーすることが可能となり、国産大豆の単種及び生産性の向上が期待されます。二つ目は、省力化栽培に適したリンゴです。壁状に仕立てやすく、食味も優れる新品種。 ベニ剣が開発されました作業の機械化やスマート機械との適性もあることから生産性の飛躍的な向上が期待されます。品種に勝る技術なしと言われますが先般成立いたしました食料農業農村基本法の審議の中でも食料安全保障の観点から 多種品種の開発が重要とされたところです詳細についてはこの後プレスリリースをいたします。行います本日私からは以上ですおはようございます幹事社日本農業新聞の宮本と申します全国的に多発する果樹カメムシ類について伺います農家からは生産源を記念する声も上がっていますが現状の認識と対応をお聞かせください はいえー、果樹カメムシ類の発生状況についてですけれども、えー、今年の冬は全国的に気温が高く、越冬できた個体が多かったことから、えー、関東伊勢の一部の地域で、えー、例年より発生量が多くなっております。このため、農林水産省では、果樹カメムシ類の発生状況や、防除対策を農業者に情報提供するとともに、 本年4月には都道府県に対し、本年の果樹カメムシ類の防除指導の徹底等について指導することにより、果樹カメムシ類の被害防止に努めているところであります。果樹カメムシ類のまん延防止のためには、飛来の時期や量に対応した適時適切な薬剤散布が重要です。 農林水産省では引き続き都道府県と連携し、農業者の適時適切な防除に資する情報を発信してまいりますので、農業者の皆様におかれましては、常日頃から、園地における発生状況を注視いただき、果樹カメムシ類の防除を徹底いただきますようお願いいたします。